見ながらでいいので ありがとうございます、はい、すいません、ただいまモデルさんは藤井くんの試合を見ています藤井聡太くんの試合を見ながら髪の毛は一応どうでもいいってことなのでハーマをかけたいと思いますはい、今日は、パーマをかけます。で、お仕事が、医療のお仕事されてますので、あんまり明るくできないということで、今日はカラーやめて、まあ、随分明るいんですけどね、この状態で。前髪の方が、今、この短いバンドの方と、あと反対側から分けた時に、ちょっと、すいません、出していただきます。はい、ちょっとね、試合見ながら。はい。で、こっち側に、前髪を持ってきたときにこういう長いバングでパーマがかかるようなリバーシブルの感じにちょっとしていきたいと思います。髪ちょっと少し癖があるかなって僕はちょっと読んでるんですけれども、その癖を取りながらパーマをかけてあげるともうちょっと綺麗なエラインになれるかなと思うので、まずカットから簡単に入っていって、長さは変えないのでそんなにカット時間はかからないと思うんですけど、でこの後ろの方は、彼女のスタイル的に上の方で、まあ、ほとんど段入れないんですけどここだけですね、上の方をくるっとラウンド状に取って、ここを上に持ってきて、ここでちょっとつなげます。つなげてこの縦にですね、ちょっとこの部分を取っていきます。はい、あまり基本的にこの A ラインは変えないようにしています。そして、このつむじのラインを基本的にですね、この耳から下のラインって僕はあんまり切らないんですけど、ここはワンレンにするんですよね、いつもね。で、つむじのラインをちょっと見ててください。さっきサイド切ったんで、今度は耳後ろをちょっと切りたいと思います。はい、この位置を今度サイドチェンジしていきますね。反対側に行ってつむじの上を経過するような感じでスーッと取っていって、はい、スーッと取りますね。で、ここをカットします。今度はまた反対側を、はい、耳の付け根から下のところは、もうワンレンリーであまりいじらないようにして、その上のところで段を作っていく感じですね。はい、で、ここ先が低くですね。ごめんなさい。いや、大丈夫です。はい、もう急いでね、多分。いや、いいんですよ。藤井君のやつ始まるから急いで来てくれると思います。で、あと下の方を切って、彼女量もそんなに今削ぐ必要がなさそうな感じなので、そんなには削がないかなと思います。なので、でちょっと見ていただくと分かるんですけど、前髪のラインからここでちょっとグラマラスなラインがこうパーマでこう出せそうな、ね、こう綺麗になったの分かりますか。そうそう、ここでこういうラインもちょっとできるかな。で、反対側も藤井君の時はこっちの方がいいかな。ちょっとこっちの方がなんかちょっとこうフレッシュな感じする。フレッシュな感じで、はい、そこはもう基本的に毛先も下に落ちたまま、そのまま切っていくので、はい、このままひっくり返してこの部分を切りますいいですか。これをやる位置なんて、ここからやるとちょっと失敗しやすいんで、ちょっとこの中間、髪の中間から持ってきてこうやるんですね。これが一番ベストです。いいですか、髪の中間からシュッ、はい、これぐらいで大丈夫です。はい、今度反対側を切ります。髪のこの中間ぐらいからシュッと持ってきて、まあ、ちょっと長いところがあったんでそれを切ります。で、今度バックの方をチェックしていきますね。将棋歴どれぐらいなの。いやあ、聞かない方がいい。にわかすぎて、本当に私。あ、そう。まだ全然だから。藤井くんが25連勝ぐらいしてる時期ぐらいから見始めて。あ、だから全然。そうなんですね。1年にならない。でもね、わかんない。でもなんなくてもそれぐらい熱狂の感じだから、全然そこは関係ないじゃないですか。ね、本当に嬉しいと思うよ、そういう。
ちゃんと将棋連盟にお金落とそうと思って将棋プレミアムっていう有料会にちゃんと入ってる。マジっすか。ちゃんとなんかニコニコとかでも見れるけど、ちゃんとお金落とそうか、ちゃんとそこお金落としてちゃんとした形で応援しないと将棋連盟に、そう、日本将棋連盟の素晴らしいにお金を落とそうと思って。すごい、それはちょっとポイント高いですね。皆さん誰かの将棋の将棋のなんか番組とかあったら、彼女使ったら多分結構面白くなりそうな気がするので。いやもう、はい、あのギャラなしでいいらしいので、下働きします、下働き、掃除します、掃除。ギャラなしでいいんで、将棋の何かお仕事ありましたらお願いします。ね、そこで何かあるかもしれないですからね。もしかしたら杉本師匠まで繋がるかもしれない。そう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 、そこで繋がるかもしれないですから、ちょっと杉本師匠でいいんですか、会うのは。いや、失礼でいいんですかね。プロ棋士、プロ棋士いいんですか。いやいや、もう今日の対局はどのように見てらっしゃいますか。なんか朝10時からやってて、はいはい、なんかずっと見続けてるわけじゃないんですよ。お仕事されてましたね。昼休憩とか、はい、コソコソ見たり、はい、どのように見てるの。今回は早く終わりそうな感じはあるんですか。なんか相手の、その棋士さんがもともと早指しで有名な人で。あ、そうなんですね。そうなんです。相手の人はそんな好きじゃないですか。いや、相手の人めっちゃ好きです。ツイッター面白いですもん、めっちゃ。あ、そうなんですね。相手の人もファンなんですか。そうですね、ツイッターも結構なんか棋士さんとか絶対つなげたい。いや本当なんとかなんないですから。北海道なんとかならないですって。これ見てる人、将棋関係で知り合いたらマジでお願いします。もう僕全くそこないんで、ブレーンが。皆さんちょっと皆さんの力を借りるしかないな、これ。ほんといいっすよ、前夜祭とかね、行けばいいんだろうけど、ちょっと遠くてなかなか休みも取れないし。でも会えるなら休みますよね。休みがもらえたら、会えるなら休みますね。もう会えるなら、会えるなら 100% 休みますよね。もうそう、急にお腹痛くなってきますね。すいません、ずるやすいです。どうしてもお腹痛くて、ね、確かにやったことない、そんなこと一回も。ね、普段やってますからね、いや、やってもうそんなことしても休んだことない、そんな。ちょっとトップが、ちょっと彼女のボリュームが出づらいので、少しボリュームがあった方が好きだと思うので、少しボリュームを出していきたいと思います。藤井くん黒髪の方が好き、そもそもよりも。いや、藤井くんパーマ好きだって。いや、本当ですか。はい、パーマ好きだらしいですよ。なんか絶対 AKB みたいな女の子好きそう。いや、他で妄想ですけど、妄想ですね。いや、パーマっぽい大人の女子が好きらしい。これでかけたらバッチリだと思います。これでパーマかけます。89手で勝ってしまった。もうね、終わってしまって、まあちょっとスッキリはしましたけど。あ、そうですね、やるけど、はい、よかったよかった。その後はもう終わった後のなんか、まあ、終わってここでなんかインタビューと、あ、まあ、過去感想戦、そこいいんじゃないですか。振り返るやつですね。そうです、そうです、そうです。いや、藤井くんちょっと強すぎる。今回の人も、うん、もう A 級昇格するような人、今回の人はすごい頭もいいんですよ。阪大の大学院卒じゃなかったかな。はい、あ、そうなんですね。すごい、結構人気の人ですね。はい、カフェとかさーって食べるみたいな。あ、そうなんですね。うん、結構、なんか一つのことに打ち込んでる、打ち込んでて、なんか、はい、で、なんかこのインタビューとかもなんか目見れないでこう腰下にね、こうしゃべるあの感じがもう可愛くて可愛くて、わかる、ほんとピュアな感じですね。なんか中学生だったんだなって思う。はい、ちょっとまあこのままね、今日ちょっと時間内でかけてますけど、特に大丈夫です。あとでシャンプーします。はい、ということでこのままかけますってみましょうね。いや、きっとなんか相手も立てるから、藤井君こういうインタビューですごい圧勝して、なんか心をくじくような勝ち方してもなんか本当難しい将棋でしたってちゃんと言うし。そうかそうか、そうそうそう、なるほど、素敵。そういうところでいいですよね。そうそう、なんかほとんど同タイムで勝ったような時とかでも難しい将棋でしたみたいな、ちゃんと。はい、16連勝ですね、すごいな。いや、ほんと、しかも早いですね、ほんとに。今日はね、あ、まだ100手いかない、いかないし、
まあ、相手もね、まあ、指すのが早い人だったから相手はね、弱かったですから弱くないんで、本当に強いんですって怒られますよ、すごい、本当に強いんですってこの人、相手がね、ちょっと弱すぎたって今日もダメかなって思ってますよ、本当にここでちょっと練習ストップでも全然おかしくないんだよ、だって、本当に次 A 級に昇格決まってる人だしちょっと物足りなかったのかな、物足りなくはないそんなことはないそうだない、はい、これ今ね、喋りながらなんですけど、6.8 です、はい、6.8GM スピエラ、普通ですね、この状態でかけておきますね、はい、ではやっていきます、泡飛ぶすることによって、まあ、頭皮にあんまつけないようにしてやっていくっていうことも、こんな感じで、まあ、この辺は癖、鉢のあたりとか癖取りたいんだね、ちょっと。で、ムササビつけることによって髪の張り腰がしっかり出てくるので、ムササビをしっかりつけて、まあ、先にムササビつけても、ね、いいんですけどね、どちらでも、いや、どちらで先つけた方がいいかな、今ちょっと泡先つけちゃいましたけどね。はい、このようにムササビトリートメントをちょっとつけていきます。はい、こんな感じですね、はい、ではこの状態で巻いていきますね。ブロッキングはまあ超簡単な感じでいきましょう。センターパートから分けて、はい、先ほど、まあ、僕はいつもこのベースのところあんまり切るなって言ってるんですけど、この削いだりとかしないここを先に巻きます。はい、こんな感じ、このネープから巻いていきますね。はい、このさ、会見はさ、どれくらいかかるんだろうね、いつも。あ、結構話すんですか。結構話します。その後、乾燥性があってまだまだ全然放送が続くみたいな感じ。そうなんです。藤井くんなんか対局よりも感想戦が好きってぐらいなんか。あ、そうなんですね。なんかニコニコしてますね。だからインタビューの時やっぱすごい緊張してて。ああ、そっか。でも感想戦の時って負けた方はさ、この野郎と思ってないの？どうなんでしょうね。聞いてみたいですね。そんなもん買いたいでしょ。買いたいとか。そうじゃないですか、ね。あ、でもね、テレビで映りたくはない。テレビというか、まあ、中継ねされたくないかなとは思う。どうなんでしょうね。なんかそこの心理を知りたいですね。確かに。まあ、うめえ話ですね。でも、なんか、誰だっけな、誰か忘れたけど、藤井君と対局したら、なんか必ず中継がほとんど、ほぼ必ず入るから、それはなんかちょっと、いい、羨ましいというか、いいなっていうふうに言ってるけど、ただ、対戦相手になったら、やっぱ人に見てもらった方が、そうですね、ね、名前も。うんうんうん、売れるし勝ったら間違いなく売れると。そうですよね、うん、やっぱり有名な人と戦う系ですか。いやそうですか。いやすごい、いや可愛いだろうなと思って帰ってきたら、ああそうか、そういうこと。そう、家のこと何もできないらしいんですよ藤井くん。はい、それ可愛いですか。もう生活能力低いらしいけど、なんかめっちゃ可愛くない、なんかしてあげたくなりますね。ああ、そっか、いいな、確かに。女性本能が特殊な、うん、勝手なものだけど、なんかスーツとかお洋服とかいつもお母さん選んでんじゃないかなって勝手にいつも思ってます。マザコンじゃないですか、そしたら。いや、マザコン中学生はそんなもんですよ。お母さんの服選びますよ。で、どう結婚してお母さん怖い人だったら大丈夫ですか、それで。ダメ、シュートダメっぽいですね、ダメっぽい、ちょっとダメっぽい、うん、ちょっとダメかもしれない。怖い人はダメかもしれない。お母さん怖いかもしれないですね。いや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 、まあ、こうだ、テレビで見てたら穏やかな人ですよって言ってね、私が言うのもおかしいけど。ちょっと泡飛びますか。大丈夫ですね。ねえ、怖いですよね、お母さん。ねえ、いや本当にそれ思います。それは本当に思います。お父さんなんかどうなってるんでしょうね。なんか嵐に仕上がられた羽生先生は、はい、3手先、5手先を3手ぐらいって言ってたかな。200通りぐらい。はい。藤井君はどれくらい読んでるんでしょう、なんすごいなと思う。すごいですよね。たまの中ね、見てみたいです、本当すごそう、うん、すごい先まで読んでないとやっぱり難しいですね、どんどん結果出すって、うん、で相手よりは先を読み切ってるところですもんね、うん、まあ、ね、相手が良かったですからね。
強かったんですけど何位ですか相手は強いですからね、相手がね、相手はね、紳士の何位ですから、うん、すごいすごいね、もうちょっと強い相手だよ、言いたかったですもう次永久になる人相手にもうすごい昼間ミヤネ屋で師匠出てたんですよ、あそのミヤネ屋で杉本師匠がテレビに出てたんで、はい、弱いんですもんね、いや、そんな、そんな恐ろしいこと言いますよね、本当にもう、びっくりしちゃう怒られますよ、本当、すごい炎上しますよ、炎上、危ないですよ、そんなこと言ったらなんか注射くれといた方がいいですよ、僕何も将棋わかりませんって入れといた方がいいです、いや、最初から言ってるんで将棋わかんない、僕本当にわからない、本当わかんないでしょ、ディスられてもわかんない、ディスられてもわかんない、全く将棋わかんないでも、そ、うん、でもそっか、難しいは難しいからな、なんか、ね、いろいろやっていくと本当面白いんだなっていうのはわかります、こんだけ困ってし、困る人とかやっぱいらっしゃいますし、なんか歴史がなんか江戸時代からまで遡るのが、はい、結構、江戸時代